はい、マス式紙はこんなイメージなんですね。どうぞご覧になってみてください。これらの作品をご覧になってマス式紙のですね、線質のこうイメージを想像してください。はい、中本白秋の、書道解説です。今回はですね、日本書道教育学会富士一般版3月号のですね、有段者の金半紙課題ですね、これですね、マス式紙の、臨書課題になっております。一応藤原幸成が書いたと言われておりますけれども、まあ最近の研究ではどうも幸成ではないっていう説があるようですね。これはですね、私はそうですね、もう今から40年ぐらい前にですね、文芸文化新社で出してます、このマス式紙のこういう本を持っております。当時、これを見た時はすごい感激がありましたね。それで、ついこの本も、購入しましたけど、ちょうど今回の課題はですね、この、本のですね、1、2、この3ページ目のここですね、ここの本が日本書道教育学会富士のですね、今月の有段者の課題になっております。マス式紙の特徴っていうのは、ここではそんなに極端で取りませんけど、マス式紙っていうのはですね、先ほど動画でもちらっとお見せしましたようにですね、まあこの辺りのこういう、なんて言いますか、こう線がふっくらしたとこだとか、こう塩ビな感じを表すとこだとか、あるいはですね、墨の濃淡の変化だとかですね、あるいは太い線と細い線との絡ませ方の、技巧などがですね、すごいですよね。このマス式紙の特徴です。例えばこれなんかもよくマス式の代表作で紹介されておりますけど、もうこの辺りはですね、このふっくらとしたですね、線がふっくらとして実にこう塩ビな感じ、また濃淡の変化ですとか、あるいは線の太い線細い線をこう絡ませていく技法などはですね、素晴らしいですよね。この中からですね、皆さんが実際臨書するときはですね、そのマス式紙の特徴であるですね、濃淡の変化ですとか、あるいは太い線細い線のこう表現のところだとかですね、あるいはこうふっくらしたこう塩ビな感じ、そうですね、この課題を実際臨書する場合にですね、先ほどの説明のようにですね、こう優雅で、遠麗っていうのはこうしなやかで美しい様ですね、そういう遠麗な雰囲気だとか、あるいはこう生めかしいこの塩ビな線、あるいは太い線細い線の絡ませ方、あるいはふっくらとした線、墨の濃淡、このあたりをこの臨書課題からいかに表現していくかが、大切なところでしょう。まあそういったところを、皆さんこの、課題から感じ取って臨書してみてください。ではちょっと大きくですね、今回はですね、筆は、総量写感でやってますね。で今回見やすいようにですね、この部分的なところを大きく拡大して書いてますね。それでですね、実際、全体の、半紙に書くときの構図というか、どのぐらいに書くか、レイアウトが決まりましたら、これはちょっと説明のために1本だけ、
線を入れてますけど、こういうふうにして、でこの上にこう紙を乗せて、でこういうふうにしてこう臨書すると、左右の線のですね、臨書ですからできるだけもう本物に迫るような、どちらが本物か分かんないぐらいすっくり、臨書するぐらいやってほしいものですね。ですからこういうふうに線を入れてですね、例えばさっていう字なんか見た時にですね、を見ながらですね、例えばですね、一画目も軽い右あるですね、それで、ふっくらとした線ですから、この辺からこう書いて、縦棒はちょ中心のあたりがちょっと出るぐらいからこう起きて、ポテッとして、こ中心はちょっと左ぐらいから入って、こんな感じですね。で、キーはさあのこれよりもちょっともっと狭い感じでこう書いて、こう書いて、これは中心よりも少し外れるとこう切って、これがグーッと左出てますね。これ最後横になるの、先に2は真ん中で、これが下がりながらこんな感じですね。で KK こう切って、こう切って、こっからこう切って、 E、 今はや E はこの辺から中心まで行かないで、ここも中心をちょっと右あたりで書いて、少しもっと開くようになってて、まあここで中心のところで引っ掛けて、でこう戻ってこう起きて、ちょうど中心のところで、こうでまた歯もですね、こう起きて、ここでちょうど中心のところでキュッと切り返してますね。このようにしてですね、臨書していくんですね。臨書していかれるといかがでしょうか。そうすると、より忠実に臨書できます。はい、こちらが升式師です。そして、こちらが私が臨書したものです。どうぞご覧になってみてください。まあ、こういった調子で、この次もこう書いていってみてください。はい、このように太い線と細い線の妙味をご覧ください。例えば次の行をちょっと見てみますと、そしてですね、細い線もですね、非常に強い、こう尋常でない線質で書かれてますね。例えば2行目のですね、松の、これは墨継ぎしてそのまま来るわけですね。松の大きく書いてます。まっていう字、まんっていう字ですね。こうしてこう来て、ここからふーっと入ってパンとついて、まつのきゅ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 、松の桜花、ここは見えないんですけど、こう起きて、通常ます色紙はですね、こう起きてこういうふうに書いてるのが多いんですね。まあ、こういうふうな感じでですね、皆さん勉強していきましょう。ここであとはこの作品のを見ながらですね、本物の作品を見ながら臨書してみてください。霞のあたりをちょっとやってみましょうか。このすという字もですね、ちょっとまずかいきますね。墨継ぎはこの霞でちょっとつけてるんですね。霞の、この霞のとこ言ってますね。か、こう、で、こう、ここ。で、ここで、キュッて。ここですね、ここのところですね、キュッキュッキュッ、やん、こういうふうに数をですね、こういうふうにしないことですね。こう普通にこうこういうふうに柔らかく柔らかくしないで、
このふっくらした線、あれは柔らかい線の中にこう直線的な強さみたいなのがこう表現されてますね。こう尋常でないこう強い線、それはこう部分的に直線的な表現がこう入っております。それもこう捉えてみてください。でこの右もですね、こうスーッときて、でポン、この三本の線もこうして、これが軽くて次はちょっと太くて、こうにそれぞれもですね微妙な線の表情がありますので、そういったところもですね捉えながら、全体を臨書してみてください。教室で皆さんの作品をそれぞれ、添削いたしますので、また教室でお会いしましょう。最後にですね、これを書き上げた全体をご覧になってみてください。